ある晴れた日の日向岳、今日も軍曹たちの地球侵略は進んでいないようですね。本日の軍曹はゲームに夢中のご様子、楽しげに遊んでおりますな。まったくラッキーでありますか、ママニト。雑誌でも見たことのないゲーム機をゲットしたであります。これってもしかして、もしかすると幻のレアゲーム機じゃね。宇宙人街のリサイクルショップには時々こういうお宝があるんだよね。軍曹さんばかりずるいです。早く僕にも触らせてほしいです。タママ2頭は桃花殿のお家で最新ゲーム機を遊び放題でしょ。お金持ちはこういう時くらい人に譲る余裕が大切で。貴様ら、何をしとるかと思えばデコポン侵略を放り出して遊んどるのか。ゲロ、侵略作戦？その通りであります。題して中古ゲーム機で侵略。このゲームにはペコポン侵略に使えるヒントが隠されているのであります。ほう。乏しい侵略予算を使い、新しい侵略メカを作るのではなく、中古ゲームを侵略に利用するという、実にエコでお得な作戦であります。そう、今時代はエコ。これはペコポンに優しく壮大でエコな侵略計画なのであります。やる気になってくれたんだな。俺は嬉しいぞ、ケロロ。ではギロロ5長は作戦開始まで待機していてほしいであります。うん、了解。さすが軍曹さん、その場逃れの言い訳だけは宇宙一です。さあ、邪魔者が消えたところでゲームの続きをするであります。主人公の名前を登録したら、いよいよ冒険の旅に出発。どうやらソフトはオーソドックスなロープレのようでありますな。まずは冒険の目的探しを始めるであります。ワクワクするです。あれ、軍曹さん、このドクロマークは？ゲロ、なんだこれ。ちょいと主人公に調べさせて。ん？ドクロマークが不気味なお城に変わっちゃったですね。なんじゃこりゃ、お城から大量のモンスターが。いきなり怒涛の展開。このゲームかなり熱いであります。くるくる、モンスターとも返り討ちにしてやるであります。ルーソーさん、頑張るです。ゲロ、おかしいでありますな。何にも反応しないでありますよ。隊長殿、一大事でござる。テレビをつけるでござるよ。ゲロ、そんなに慌ててどうしたでありますか、ドロロ兵長。いいから早くテレビをつけろ、早く。テレビですか？ゲロ、あれってさっきゲームに出てきたモンスターじゃん。ってことはあのゲームの CM？ 意外と最新ゲームだったんでありますか？何のんきなこと言っとるんだ。よくテレビを見ろ。ご覧いただいているのはライブ映像です。繰り返します。北東京市に突如モンスターが現れました。周辺住民の皆様は危険ですので、速やかに避難してください。ゲロ、夏美殿から通信であります。こら、ボケガール、なんなのよこのモンスター。おや、夏美さん、そのパワードスーツ、モンスターと戦闘中ですか？いや、若輩に聞かれても。夏美殿こそ、その姿は一体？モンスターが出たら勝手に起動しちゃったのよ。あのパワードスーツには緊急モードがセットしてあるからな。夏美、今助けに行くぞ。私は大丈夫。それより早く原因を突き止めて何とかしなさい。どうせあんたたちの仕業だってことは分かってるんですからね。ゲロ、誤解であります。我が輩古いゲーム機で遊んでただけで。そしたら偶然ゲームのモンスターそっくりなのが街を襲い始めて。何？ケロロ、貴様やっぱり遊んでたのか。これはその、お前というやつは。ギロロ殿、今はこの場を何とかする方が先決。とにかく早く何とかしなさいよ。わかった？何とかしろと言われても。早く何とかしろ。夏美の身に何かあったら許さんからな。ギロ
話は聞かせてもらったぜ。ここは俺に任せな。なるほど、こいつはただのゲーム機じゃなさそうだぜ。クルロ総長、自慢のハッキングテク見せつけてやるでやります。キュ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 。また夏美殿から通信。ちょっとまだなの？ちょ、前の通信からまだ5分も経ってないでありますよ。だいたい今回の事件は我が輩が原因と決まったわけでは。つべこべ言わず何とかしなさい。出ないと風呂掃除の刑よ、永遠に。ヒーロー、いくらなんでも永遠に風呂掃除の当番はご勘弁でやります。また夏美殿がお風呂掃除を盾に無理難題でありますか。我が輩ゲームで遊んでただけなのに、なんでこんなことに。仕方ないでやります。とりあえずケロの正体出撃。みんなで一丸となってこの難局を切り抜けるでやります。なるほど、こいつをこうしてここをこうすれば。よし、隊長、このボタンを押せばいいはずだぜ。ギロー、助かったであります。早速ボタンを押すでありますよ。ギロー、このボタンを押せばもしかして我が輩は一躍ヒーロー。永遠のお風呂掃除どころか北東教師を救ったヒーローとして人気絶頂。アニメ化やハリウッド実写映画化も夢じゃなくね。その人気を足がかりにペコポン新曲も可能であります。ならばちょっと待った、そのヒーローの役もらった。ケロロ行きます。ケロ、ゲーム機が消えたってござるな。でモンスターたちはどうなった？夏美は無事か？この目で確かめるんだ。なんだあの不気味な城は。軍曹さん大変です。あれはゲームに出てたお城です。なんですと？あの城だけでなく町の雰囲気全体が何やら見慣れぬ様子。ケロロ、貴様一体何をした？ボタンを押したらゲーム機がどっか行っちゃって、我が輩も何がなんだか。どっかに行ったのはゲーム機じゃなくて俺たちの方だぜ。どういうことでありますか、クルル総長。あの機械は世界と世界をつなぐ一種の転送装置だったみたいだね。ケロ、世界をつなぐ転送装置？ええ、隊長がボタンを押したことで俺たち別の世界へ来ちまったらしいぜ。やっぱり貴様のせいか。ボタンを押したら別の世界へ行くなんて、そういうことは先に言うであります。こんなわけのわかんないところ、我が輩だって来たくないでありますよ。じゃあ僕たちはもう元の世界には戻れないですか？まあなんとかならないこともないぜ。電話は2台あることで話ができるだろ。それと同じで、あれが世界をつなぐ転送装置ってことは、この世界にも同じ装置があって、それを手に入れれば元の世界ヘコポンに帰れるってことじゃ。ね、そういうこって。もう一台の装置でありますか。しかしどこを探せばよいのやら。軍曹さん、モンスターが出てきたあのお城が怪しいじゃないですか。ギロー、さすがとママニト、その意見採用であります。確かに今一番怪しいのはあのお城であります。ではケロロ正体、お城に向けて出発。この世界を軽く探ってきたでござるよ。やはりここはペコポンとは別の世界で。アリ、ドロロどこに行ってたでありますか？そういえばいつの間にかいなくなってたでありますな。ひどいよケロロくん。でもこれで全員揃ったです。グソーさん、改めてお願いするです。よし、改めてあのお城に向けてケロロ正体出発でやります。ところで、あの魔法陣気になりませんか？実はこれでセーブができるんですね。他にも HP を回復できる魔法陣やダンジョンの外にワープできる魔法陣もあります。魔法陣を見つけたらどんどん使ってみてくださいね。おっと、言い忘れるところでした。
軍曹さん、もし道に迷ったり目的地がわからなくなった時はセレクトボタンを押してください。ふつつかながら私が教えて差し上げます。え、楽な仕事ですか？いや、そんなことありませんよ。これでもいろいろと大変ですから、陰ながら応援していますので頑張ってくださいね。囲まれたか、戦うしかないようだな。しかし隊長、どうやら元の世界の武器は使えないみたいだぜ。ギロ、それじゃあどうすればいいでありますか？こんなこともあろうかと、みんなに合う武器を探してきたでござるよ。ちょっと、我が輩なんで棒切れなのさ。もっといいのなかったな。それくらい我慢せんか。今は目の前の敵に集中しろ。シャシャ入れて僕の軍曹さんに。あ、そうそう、おじさまは思いの力についてご存知ですか？戦いの最中、思いの力を解放することでいろんな戦い方ができるんですよ。モアから少しご説明しますね。隠し扉の類も見つからないでござるな。軍曹さん、どうするです？困っただりますな。てっきりここへ来れば手がかりがあると。ゲロ、何この声。何者だ。我こそは魔王アゴンである。よくぞここまでたどり着いたな、勇者ども。その門を開くためには伝説の3つの装備を集める必要がある。まずはこれを受け取るがよい。その地図と図鑑を頼りに世界を巡り、伝説の3つの装備を集めるがよい。ではさらばだ。魔王さんが親切でよかったです。地図だけもらってもどこ行きゃいいかわかんないんすけど。ならばまずは歩いて行ける西を目指すがよい。勇者ども、貴様らと相まみえる日が今から楽しみだ。目的地まで教えてくれるなんて至れり尽くせりの魔王さんです。では西を目指してケロロ状態出発。ところで軍曹、コードネームについてはご存知ですか？お好きなコードネームを装備メニューで選ぶと、それに合わせてステータスが上がったりするんですね。コードネームはこの世界のいろんなところで手に入るので、新しいコードネームを手に入れたらぜひ試してくださいね。コードネームでありますか。
了解でありますよ、ナレーターさん。似た人間が3人はいるというでござる。ねえおじさま、この先に私のお家があるんです。助けていただいたお礼がしたいので寄っていってくださいませんか。さあさあ参りましょう。っていうか一連卓書、これが神器が備えられているお社でありますな。あ、あれは小雪殿でござるよ。おい小雪殿。あれ、カッパ？カッパではござらぬ。ドロロでござるよ、小雪殿。小雪？それじゃあ人違いですね。私の名前はお雪です。お雪殿でござるか。これは失礼したでござる。しかし、拙者にも見分けがつかぬほど小雪殿にそっくりでござるな。またまたそっくりさん登場であります。私、これから明日のお祭りで山神様の花嫁になるためにこのお社でお祈りをするところなんです。ほう、山神様の花嫁でござるか。ええ、里の神器を守ってくださる山神様の花嫁になるんです。一度お嫁入りするともう二度と里には帰ってこれませんけどね。二度と帰ってこれない？それは聞き捨てならないでござるよ。山神様がどういうものか存ぜぬが、それではまるで生贄でござる。そうなんです。ですが、すべて覚悟の上なんです。花嫁がいないと山神様のご加護がなくなってしまいます。そうすれば神器を狙う者たちがこの里を…いや、しかし隊長殿、これを見過ごすわけには。でも、しかし何か深い事情があるのかもしれないであります。明日のお祭りはこの里の自慢のお祭りなんです。今日は宿屋にでも泊まって見物していくといいですよ。いや、ちょっと待つでござる。ドロロ、気持ちはわかるが少し落ち着いて考えてみてはどうだ。そうそう、今日はとりあえず宿屋に泊まるでありますよ。お雪殿。あら、あなたたちは。お雪殿、助けに参ったでござる。私を助けに？どういうことですか？山神様の花嫁になれば二度と帰ってこれないのでござろう。我らケロロ正体、そういうことは見過ごせないのであります。一緒に逃げるです。おせっかいな。ケロ、何か言ったでありますか？いえ、お気持ちは嬉しいのですが、私は里の民の一人として山神様の花嫁になるのです。邪魔はしないでください。私は山神様のもとへ参ります。あの娘、本当に助かりたくないのか？責任感の強い子なんですよ、きっと。どうするですか？もちろん追いかけるでござる。せめて事情だけでも聞くでござるよ。そう言うだろうと思っていた。山神様がいるという帰らずの雪道はこの村から北西にあるそうだな。すぐに行くでござるよ。ケロ、あれは
おゆき殿、助太刀するでござる。にん。よろしくー。